まず、まず鍋の周囲に野菜乗せてください。まず、失礼しました。結構多いですね。はい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 、はい、皆さんこんにちは。やってまいりました、スピチューブ。今回来たのはヒルゼンに来ました。ヒルゼンといえば牧場、ジンギスカン、牛、ヤギ、羊、雪とか思い浮かべますよね。今回ね、ヒルゼンといえばジンギスカンがとっても有名なんで、ジンギスカンのお店ヒルゼン大将に行ってみたいと思います。皆さんよろしくお願いします。これ見てください。ヒルゼンに来ました。暖冬と言われる中、やっぱこうやって雪が積もってるわけですよ。来ました、はい、でね、今回ね、このヒルゼン大将にやってきました。あ、どうも、いらっしゃいませ。はい、お席へどうぞ。食べ切りで設計にも肉 200g 載ってます。ペラム野菜のコースが製造ダム肉、牛肉、お野菜のコースが1980円。この生ラムコースっていうのは生で食えるってことですか？焼いて食べるお肉なんですけど、冷凍か生なので。あ、なるほど、そういう意味ですね、はい、じゃあね、A コースで、お待たせしました。結構多いですね。どうぞ。飲みましょう。はい、どうぞ。焼き方ありますね。焼き方がありますね。鍋の周囲に野菜乗せてください。結構ね、もう食べ放題でも量がこれぐらいな、こういう感じだったんですよね。無限に食えると。無限に、まあ、でも今日5時まで、ちょっと最初も締めようとしてたよね。看板出ようとしてましたね。もう本日のあの絵欲しかった。あれみたいな。本当にちょっともうやべえと思った。取ったとしてもダメって言われたら、そう、まあ、そういうこともありながらの今があって、やっと来れたわけですよ。3時間以上かけて登れちゃうんですよ。これね、オリジナルブランド。あ、やべえ、帰ってきた。でもやっぱそのジンギスカンのラムって独特な匂いがあるから、その苦手な人は好きなのかな。でもなんかその牛肉もとか豚肉も一緒で、絶対なんか匂いはあるみたいな。食べ慣れてるからその匂いを感じないっていう。ああ、なるほど。あるみたいな。初めて食べる人にはなかなか独特な匂いみたいな。そう思ったら失敗しちゃって、もし良かったと思うんですよ。そこで、ヒットボータ、ガンダーって迷う。遊戯は見えない。ヒットボータ見えないですけど、こういう感じで、充実感を食べるね、休日のね、本当の幸せだと思うんですよね。まだ本当に、年始感は全然感じないですけど、
なんかむしろ年末感をすごい感じてる、ね、いやー、今年も今年も残ることあと360日ぐらいですか。はい、今回ジンギスカンをいただきました。牛肉とか豚肉よりかは全然脂っこくなくてめっちゃ食べやすいです。ぜひね、昼前に立ち寄った際は行ってみてください。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは、動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。